マー君、まあ俺現地来ない方がいいのかな。特にやっぱマリフェスはちょっと現地来ちゃいけないかもしれないですね。今日もそうだったんですけど、マリンフェスタが始まって初年度に兄弟出身の田中投手が投げて負けまして、でその翌年に、奥さんと両親を連れてきて負けまして、で今日、しっかりと美馬投手頑張れといった動画が、完全に振りになってしまいました。皆さんすいませんでした。フラグを立ててしまいました。さあそのまま現地からお送りしてますけども、じゃじゃん、10月18日ロッテ対日本ハム負け1対5、1点しか取れんかった。いやー美馬投手ね、途中まで特に立ち上がりとかめちゃめちゃ良かったんですけども、5回ちょっと完全に捕まりまして、宇佐美選手の逆転タイムリー、そしてさらに近藤選手の、タイムリーで追加点を奪われてしまい、で、その後ですね、その後さらに、チェン投手が押し出し、あらこれすいません無失点リレーって書いたけどあれですね、チェン投手もちょっとフォアボール出してしまった感じなんですけども、でもその後を受けた、東條投手とフローレス投手で、フローレス投手今日、回またぎ行きましたんで8回9回行きました。で素晴らしかったですね、3番4番5番三振だったかな、近藤選手、中田選手、太田選手を、打ち取りまして、フローレス投手はだいぶ、ね、結構制球難なところあるかなと思ったんですけども、だいぶ良くなってきましたね。そのでただやっぱちょっと今日ね現地来て残念だったな、散々作ったんですよ、堀投手とかからもチャンス散々作ったんですけど、井上選手そして代打角中選手どっちもチャンスで併殺、今日ちょっと2000円、チャンスで2併殺ちょっと井上選手、そしてもう福田選手もねちょっと今日なかなか特にまたチャンスでヒットが出なくて、もうちょっと頼りになる5番6番期待してます。ちょっともしかしたらねちょっと明日打順をいじるかもしれないんですが、ちょっと井上選手涙の日からあんまり打ててない気がするので、ちょっと頑張ってくださいということで、いやー球場ねちょっとだいぶデイゲームでもこう終わり際になってくるとだいぶ寒くなってきて、僕もマフラーしてるぐらいなので、ぜひ皆さん防寒しっかりして現地来る方は来ていただけたらと思います。今年また現地行けるかな、残りちょっと中野さんも僕もまた現地来れるか分かんないんですが、なるべく、予定が空いたら応援しに来ようと思いますので、はい、よろしくお願いします。今日パップコーンの須田さんもいるらしいです。結構ツイッターでつながってる方いらっしゃるので、ちょっとキョロキョロしながら帰ろうかなということで、ぜひ見かけたら皆さんも声かけてください。今日声かけてください、ありがとうございました。はい、ではでは、中野キル千葉ロッテマリーンズ応援チャンネル、この動画が楽しかったという方はぜひ、高評価チャンネル登録お願いいたします。明日も試合あるんでね、まずね、明日も試合あるので8連戦選手の皆さん頑張ってください。寒くなってきてるので怪我にだけは気をつけて、よろしくお願いします。明日も勝ってくれ。